でございます、はい、今日は超切り、超大切り、大切りを超える大切りでございます。ここのボックスにテーマが書かれた紙が入っておりますので、そこから抽選で1枚引いて、そのテーマに合ったお題をまずその場で考えていただいて、しかもすぐその答えも両方その場で答えていただくというゲームでございます。制限時間は3分とさせていただきます。頃合いだね。じゃあいきます、はい、お題は、お題のテーマね、テーマはスポーツ芸能、それに関したお題を考えていただいて、はい、いきます、スタート。はい、分かりやすくするなら、こんななんとかは嫌だみたいなのはあります。お、早い、筆が進んでますね、皆さん。お題考えるのってやっぱり大変だと思うんですよね。そうなんです、実はね、お題考える方が大変なんだよね。なんか、いいお題ってやっぱあるんじゃないかなっていう気はするんで。はい、早い。はい、それでは林さん。はい、じゃあ、そのお題。お題。こんなスポルトはテレ東でやれ。はい。はい、答え、後半。ポロリがある。なるほど、うまい。いいです。スポルトのやっぱアナウンサーがね、ポロリやったら夢があるなっていうね。そのあー、なるほど。テレ東でやれって言ったから嫌だじゃなくて、やっぱギルガメッシュが好きだったんで、僕せっかくお題考えてるから、そう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 、ちょっとね、お題もやっぱ工夫していただきたい。はい、小上さん、ダルビッシュが驚きの相手と再婚、一体誰？興味ある。イチロー。そう、めちゃくちゃびっくりだよ。アメリカだから、多分同性愛を先に認められた州があるとかないとか、そういう話があるから。まあまあ、イチロー結構離婚してってこと、離婚してってことな。さあ、1分半経過しました。もう1分半早いやこれ。答え放題、答え放題ですよ。はい、はい、寺島さんどうぞ。スポーツ芸能という答えがしっくりくるお題を考えてください。答えは、原平田の意外な弱点とは。おお、なるほど、なるほど、素敵だか、なんか、うん、なるほど、なんかクイズ形式ですね。そうそうだね、そうきたか、しっくりお題を3段階にわたって答えが出せる、ね、いやでもな、結構みんな面白かったと思います。はい、いいですよ。でもあと1個ずつぐらいしか出せないのかな、ね、これは10え9 8、はい、7、はい、佐々木さん、はい、マイケル・ジャクソンの隠し子が日本にもいました、誰でしょう。はい、お、はい、答え、マイケル富岡。ああ、いい、ただのダジャレみたいな。さあ、もう時間ないです、はい、ここであればどうぞ最後の問題で草分けさん、あー、勝利。答え出したかったね、これは。3分の甘いなと思ったけど、お題も考えちゃうと思う。そうね、頑張っても1分に1個ぐらいな。そうなんだ、お題作りは大変だ。いや、頭はでも結構疲れますよ、これは。普通の大喜利よりもなんか不思議な、結構自由度が高いから面白いです。はい、面白いです、ぜひ皆さん、皆さんもやって、はい、超喜利でした。はい、だから